あなたにとってトランスクールとは何ですか？トランスクールっていうのはこうクールを超えて、かっこいいっていうものを超えて、その次に何があるかとか。今回僕は鹿にこうガラスビーズをつけてピクセルっていう彫刻を出してるんですけど、あれは中に鹿の剥製が入ってます。なぜ人は動物の剥製っていうものを作ったのか、ちょっと不気味だと思うんですね。今かっこいいって思ってるものよりもさらにかっこいいもの、あるいはクールなものっていうのがどういうものなのかっていうのがトランスクールだと思うんですよ。あなたにとってトランスクールとは何ですか？あなたはノイズが嫌いですか？何か大声で叫ぶことはできますか？伝えたいというよりは、むしろなんかもうそこにすごい宝物がキラキラあるのが分かってるから気づいてよっていうのを僕はこう作りながら気づいたんで、自分のだからそれをこう見てくれた人が、ああ私この感覚忘れてたわっていうのが自分が望んでることですね。あなたにとってトランスクールとは何ですか？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 クールになってしまう前のそのクールにやってるけど本当はこういう感じやろっていうところの大元の方が好きです。元の方が。あなたにとってトランスクールとは何ですか？僕は全然クールじゃないので、僕にとってのクールっていうのはむしろアンクールなことの方がクールだと思います。